沿線風景茨城県道273号、縦の荒川沖停車場線は、茨城県つくば市から土浦市までを結ぶ県道で、東日本旅客鉄道場番線荒川沖駅と接続するための道路である。茨城県筑波かつくば市赤塚の赤塚交差点を起点に、荒川沖方面へ向かい、つくば市稲岡にて、学園西尾通りと、国道6号牛久土浦バイパスを交差し、 土浦市荒川沖西で国道6号と交差して JR 荒川沖駅の終点まで至る一般県道である1972年3月1日前進路線にあたる矢田部江戸崎線を廃止してその一部区間を引き継ぐ筑波郡矢田部町大技盾の起点とし土浦市大技荒川沖荒川沖停車場を終点とする区間を茨城県が 路線認定した県道である。1995年に、茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号135から、現在の整理番号273となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。荒川本郷江戸崎間は、 現在の茨城県道25号土浦稲敷線の道筋道路区域の決定茨城県法号外3月1日よりハット AB 道路の区域の変更茨城県法第千5 0 2号 P12ABCD 茨城県道路現況調書平成31年3月31日現在 P16 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、県道路線の認定、茨城県法号外、ピアニッシモ13、道路区域の決定、道路の共用開始。茨城県法、号外37、県道路線の廃止、茨城県法号外、ピアニッシモ79、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号。 ピアニッシモ。82、道路の区域の変更、茨城県法、第1429号、P11、道路の共用の開始、茨城県法、第1502号、P14。ありがとうございます。